またシンジに会えるのか会えないのかは分かりませんが、いつ呼んでいただいても14歳に戻れるように、そういう自分でいられるように、これからもできる限りは努力をしていきたいと思います。その一役者がなんかこういうのを伝えたいっていう、本当にそんな自然な気持ちになる作品って本当にこの作品しかないような、皆さんと一緒に一観客となって、私6回劇場に見に行っておりましてまだもう絶対10回見ようと思ってるので、もうちょっと行きますが、桂木美里という役としていろいろこうのたうち回ったり、喜んだり泣いたり叫んだりした時間が今とっても愛おしく思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。新エヴァンゲリオン劇場版フィナーレ舞台挨拶、お越しくださいました皆様です。本日はよろしくお願いいたします。あ、達成感ですか、うん、今自分が作るアニメーションでなんかやれることはまあ大体やったかなっていう、そういうのはあります。今やれる技術は全部ようやくできたかな、うん、まあ、上波球とあれもできなかったこれもできなかったっていうのは結構あったんですけど、今回ようやく、まあ、ほとんどできたかなとは思います。最初は2時間切りたかったんですよ。あ、ずっと2時間切りたくて、なんかあれ削ったりこれ削ったりで頑張ってみたんですけど、もうある時、あ、もうこれ2時間以内には絶対にもうまとまらんとなったら、まあ、2時間半になっちゃったっなので、その時削るだけ削って、いや、もうこれ以上は削れない、足さなきゃいけないっていうものを足したんで、まあ、新エヴァに関してはもう足すシーンとかカットはもうないですかね、はい、今回に限っては今のところないですね、はい、また出てくるかもしれないですけど、これから出て、今はないです。今はない、ええ、はい、現状なしです、はい、まあ、制作今ビビってると思いますけど、ね、うちの会社の今はないからね、安心してください。テレビシリーズをやっていた時は自分と真逆だと思っていたんですね。私はこんなに強いと思っていたし、こういう感じの性格ではないと思っていていたんですけど、でも、まあ、26年とか経ってですね、今は自分はシンジだったと思います。たくさんあるんですけど、多分根本は声だと思います。ゆり子ちゃんの声、リツコの声が好きです。リツコは美里になんか母のようにどっぷりなんかこう美里の中にこう収まっていたような居心地の良さがなんかあった感じで、その美里がイコール琴乃さんですけれども、なんかすごくやっぱり包容力がある、なんて言うんですか、本当の強さがあるから優しさがあるっていう、その限りない優しさ、そのエヴァの中で唯一そういう大きな愛を持っていた存在は美里さんだけ、選ばれた人だったんじゃないかなって思って、そこがすごいこう律子にはなかったから、なんか憧れっていうか安心でもありました、はい、お互いがお互いの強さをね認め合う。ありがとうございます。私も大好き。あの人の名前を呼ぶのは少し、まあ、一番呼ぶのは少しかなかったんですけども、まあ、それやるのそのシーンに挑むにあたって、まあ自分自身今までエヴァの歴史の中でそのレイということをね呼ぶことはつぶやいたり叫んだり死に物狂いでかばったりとかそういう部分はあって、でその中にその自分の中の気持ち、あの人に対する気持ちを込めていたんですよ。でもう今回は
もう最初からストレートにこうそういう部分が出てくるので、その気持ちに正直に、だけどなんかこうどっか自然にこう湧いてくるような、心からでは湧いてくるような感じでなんか喋ったような記憶が収録の時はあるんですよ。でやっぱりそれはもう別に叫びすぎてもいけないし、まあボソボソと言ってもいけないだろうし、やっぱり本当に自分の中で本当に出てきたものが正解だと思うつもりでやってたんで、そこで庵野監督の指示のもとに何回かやらせてもらって、多分一番まあ結構まあ例えば玄道のシーンでも相当何回もやらせてもらってるんですけども、そんなに回数使ってないですよね。まあそうですね、まあまあまあ自分の中ではでも何回か、そんなに言ってないですよ、そこ他と違います。あそっか、あもっと他を知らないですもんね、だってね自分がね、もっとあるんですよね。どうせ他はあの34じゃありますから。うおまあ一言で言うのは難しいんですけど、すかして言えばあの僕自身の最新作ですで済んじゃうんですよ。でもそういうものじゃないなと思うんで。そうちょっと可愛すぎましたね。ええ、いやなんか実際この企画自体はあの1992年からやってるんで、もう29年30年近く関わってる作品なので、自分の人生の半分なんですよね。自分の人生の半分を、まあ、他のこともやってましたけど、あの延べでやると費やした作品だったので、やっぱり終わったというのは感無量ですね。感無量な作品です。